速稼塾の久保です。まあ結局あなた次第ってことなんですよね。速稼塾は頭金3万円で参加することも可能ですけども、やっぱりね、自分でハードルを上げたければ満額スタートもできるわけなんですよ。で、実際満額スタートする方がね、大体ね、いつもね2割ぐらいいるんですよね。ただ10人お申し込みいただくと、大体ね一括で全納する方が2人いるんですよ。で、まあその方次第なんですよね。で、逆にこういうことも言ってます。3万円もないんですって方に対しては、じゃあ交渉して3万円が難しいから、こういうふうな料金体系でいかがですかっていうふうに私に交渉してくればいいんじゃないですかって、それがあなたのやるべきビジネスの第一歩ですよってことをね、まあお話しするんですよ。まあそうすると、こういう支払いでどうですかっていうふうに、まあ交渉してくれるわけなんですよね。さあ、それでも OK ですよと。それであなたは実際に結果を出すために頑張れると、本当に自分のことを信用してるんだったら、それで私は言うことはありませんという話なんですよ。で、要するに本当にあなた次第なんですよ。で、私はね、その皆さんから塾の費をいただかないと暮らしていけないような人間ではないんで、もう1円だろうが100万だろうがどっちでも塾費用に関しては同じです。ただ速稼塾に入って自分にどのぐらい負荷をかけながらやっていこうとしてるのかってところはそこであられるんで、例えばね、まあ申し訳ないですけども、これは一般論で申し上げますけども、1万円で参加する方、1万円を損切りするのはすごく簡単なんで、諦めるのは早いですね。でも実際に50万とかね、80万払ったからといって、じゃあ2ヶ月後3ヶ月後同じようなテンションでやってますかって言ったら、やっぱりね、1万円払って5万円払ってっていう人と同じなんですよ。結果はいくら払おうがね、いくら払おうが結局は2、3ヶ月後にはいないんですよ、大半が。一緒ですよ、もうこれは一緒だと私は思いますね。私の見えてる範囲では一緒です。3000円でスタートしようが、1万円でスタートしようが、50万でスタートしようが、100万円でスタートしようが、それ一緒なんですよ。逆にね、お金を払ってそれでやらないって選択をする方の方が多いんじゃないですかね。まあこれはね、考え方なんですけど、私の場合は一番最初にネットビジネス塾入った時は1円も払ってないんですよ。これ分かりますかね。これずっと私言ってたんですけど、多くの方は気づいてないと思いますけども、私はね、クレジットカード2枚で、まあカードローンでお金を作ったんですよ。で、私1円も払ってないんですよ。だから1円も払わずに、それは将来の自分が払うってことでクレジットなんですよ。将来の自分が払うよっていう約束を審判会社にして、審判会社からお金を借りて、でその時点で私のお金ではないんですよ。私のお金ではない、私が将来稼ぐだろうお金を前取りしてるわけなんですよね。で、それで塾費用を払って40万かなんかで払って、で、スタートしたわけですよね。だから私1円も払ってないんですよ。1円も払わずにスタートして、で結果稼げたんで、カードローンを後で払ってるわけなんですよね、一括で。まあ、ですので私ははっきり言って、自分の経験だけ申し上げればね、金銭的な痛みは全くないまんま高額塾を参加して、で、なんですかね、稼いだってことなんですよ。だから私の経験を言えばね、1円も払わなくたって、払うつもりがなくたって、塾費を踏み倒す気持ちであっても別にね、やれば結果出るんですよ。だからいくら払うとか払わないとか全く関係ないですね。だからそういう意味で言うと FX がいい例なんですけども、私 FX を強くなるのに、 FX 上達するのに、ブックオフの100円の本でいいから買って自力でやれってことも話してるんですよ。それでできますから。ブックオフの FX の本を丸暗記するつもりで、もう1ページからね、250ページぐらいまであると思いますけど、それ全部覚えるつもりでやれば、それは結果出ますよ。それだけでも当たり前ですよ。でも100円の本でやる気がないわけでしょ。で、なぜか知んないけど30万とか50万払ったら自分はできると思うわけじゃないですか。で、どっち選んでもいいわけですよ。で、なぜか大半の人が30万50万払う方を選んで、払った結果結局やらない、もしくは結果が出る前に退場するわけですよ。じゃあ100円の本買っても同じじゃないかって思うんですよね。逆に100円の本の方がなんか本として残るんでやるんじゃないですかね。そのネットの塾とかっていうのは、パソコン開かない限りカリキュラムが押し寄せてこないんで、パソコン開かないって選択すれば、もうそれでね、もう日々過ぎていくわけですよ。結局あなた次第なんですよ。あなた次第ね。でも発信する人とか教える人がいなければ、あなた次第ですらないんですよ。まあですんで、おせっかいながらも私は発信し続けますし、速稼塾のカリキュラムは1日ごとにどんどん増えていきますね。毎日更新してるわけですから、
ですんでね、いつ参加されても全く先に参加した方が有利とか不利とかないです。どちらかというとね、後で参加した人の方が有利かもしれないですね。だってコンテンツがどんどん増えていくわけですから。そういった意味で言えば、私はネットビジネスね、誰にでも成功できることしか伝えていません。でも誰でも成功できるんですけども、誰でも結果出るんですけども、やる人がその誰でもになってくれないんですよ。自分は違うと思うでしょ、ね、自分はうまくいく人じゃないんだっていうふうに自分で決めて退場するわけなんですよ。退場しなければ誰でもになれるわけですよ。もうそれしかないですね、ネットビジネスってね。YouTube にしてもそうなんですけども、やり続けていればチャンネル登録も増えますし、再生数も増えるし、面白くもなってくるし、トークも上手になるわけですよ。やり続ければですよ。ただやらな続ければ、で結果出るわけないんですよね。それは YouTube からそっぽ向かれますよ、やらないんだったら。ある意味ね、ビジネスって相思相愛みたいな関係で、こちらから I love you を続けて発信していけば、向こうがマーケットが答えてくれるんですよね。本当にね、今までね、どれだけの人数の方が参入して、どれだけの人数の方が退場したかっていうと、ほとんどですよ。ほとんどイコールで、参加者イコール脱落者なんですよ。本当にもったいないと思いますよね。もう自分の人生を全部逆転するためのステージに唯一乗る方法がネットビジネスなんですよ。でそこに一旦片足突っ込んだのに、自分のもう片足で出ていくわけですよね。いやもう本当にね、惜しいというか、もったいないというか、私も40から始めて自分の身を晒すつもりでね、自分の足跡を残していきましたけども、これでもついてこれないわけですよね。もちろんね、でもそうは言ってもね、いろんな事情がありますんで、ついてこれない人がいるのも分かります。でも自分の人生諦めて何一ついいことはないですよ。竹槍一本、ふんどし一丁でもう一回スタートしてみませんかっていうね、ことで私は語り続けます。今日もね、一日、本当に今日一日やることがないなと思いながらこの時間になりました。やることがないってことは、やりたいことができるってことです。やることがいっぱいあるってことは、やりたいことができないってことです。どちらの人生がよろしいでしょうか。いってらっしゃい。